フランツ・シェルバーは、ドイツの医師、植物学者、自然哲学者である。フランツ・アントン・メスメルの動物時季節を支持した、医師、学者の一人である。ニーダーザク先週のオスナ・ブディックに、法律家の息子に生まれた。1796年から、イエーナ大学で医学を学んだ。当時のイエーナ大学では、医学のアウグスト・バッシュ、ローダー、フー・フェラント・がいて、ヨハン・オットリー・プ・フィヒテが、 自然哲学の講義を行っていた。1797年からゲッティンゲン大学でブルーメンバッハ、リヒター、グメリンらの下で博物学を学び、1798年に学位を得た。オスナブリュックで医師を開業した後、1801年からハーレ大学の講師、1803年からイエーナの医学校の准教授となった。イエーナでは、 自然哲学者のフリードリッシェリングやゲーテの友人となった。イエーナの植物園の園長も務めた。1906年からハイデルベルク大学の医学の教授になり、1812年と1819年には学部長も務め、植物園の園長でもあった。観念論的自然哲学を代表する人物の一人で、ヤーコプベーメイやシェリングの哲学から影響を受けた。 メスメルの動物時季節の講義を行い、それに基づく治療を行ったことなどによって、1920年代には批判の対象になった。1816年にドイツ科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。ゴマのグサ科の植物の俗名、シェルベリアにつ1827は、シェルバーへの懸命であると考えられる。スキールバーは、 植物の学名で命名者を示す場合に、フランツ・シェルバーを示すのに使われる。クラティック・デア・レラ、フォンデン・ジェシュレッチ・ターン・デア・フロンツ・ハット、ディサーテイシオ・ノーグ・アーリス・フィジー・ロジャカ・デ・イリタ・ビラ・テイト、ハット・ミルジャド・シントラグ、フォン・フランツ・ヨゼフ・スキール・バー・バイ・デア・ドイチェン・アカデミー・デア、ネイチャー・フォーシャー・レ・プール・ディナ、アブ・ジェローハン・エーム22、フェブルー2016。ありがとうございます。